キリアコスコスタニコラは、キプロス出身のアメリカの科学者である。数多くの天然物全合成に成功している、この分野の世界的第一人者である。キプロス島カラバスに生まれ、18歳まで育った。1964年にイングランドに行き、英語を学び大学への入学の準備のために年間を過ごした。ロンドン大学では科学を学んだ。 1972年、アメリカに渡り、コロンビア大学のトーマス・カッツやハーバード大学、イライアス・コーリー教授の下で、ポスドクとして研究した後、ペンシルベニア大学で職を得た。ペンシルバニア大学では、ローズ・トンプソン・プロフェッサー・オブ・ケミストリーとなった。ペンシルバニ大学にいる間に、誉れの高いスローン・フェローショップを得た。1989年、 カリフォルニア大学サンディエゴ校で科学の教授、スクリプス研究所で科学科主任を務め始めた。スクリプス研究所では、ダーリーン・シリー・プロフェッサー・オブ・ケミストリーとなった。1996年、スクリプス研究所に設置された、スキャッグス・インスティチュート・フォー・ケミカル・バイオロジーのアリーネ、W&LS ・スキャッグス・プロフェッサー・オブ・ケミカル・バイオロジーに任命された。 2005年からシンガポール科学技術研究庁の科学合成研究室を指揮している。2013年にライス大学に移ることが発表されている。パクリタキセル、ブレベトキシン、バンコマイシン、エポチロン、アザスピロ酸プラテンシュマイシンなど、多数の複雑な天然物全合成を達成しており、この分野において結出した実績を挙げている。 また全合成の教科書として、著名な、クラシックス・イン・トータル・シンセシス・ i2 などの単行本、各種創設など旺盛な執筆活動でも名高い。以下は、協調の書籍である。ニコラウは、以下の賞を含む数多くの賞を受賞している。ニコラウ、キリオコース・コスタ・ EJ、ソ連戦、クラシックス・イン・トータル・シンセシス・ターゲッツ。 ストラティジーズ、メソッズ、ワイリー VCH、ISBN3 から 527292314, ニコラオ。キリオコースコスタ SA スナイダー、クラシックスイン、トータルシンセシス2、モアターゲッツ、ストラティジーズ、メソッズ、ワイリー VCH、ISBN3 から 527306846, ニコラオ。 キリオコースコスタ JS チェンクラシックスイントータルシンセシス3ファーザーターゲッツストラティジーズメソッズワイリー VCHISBN3 から527329579ベンジャミン・フランクリンメダルイン・ケミストリーフランクリン・インスティチュート2011年12月23日閲覧ありがとうございます